後ろ両手首取りでですね、これを持ち上げてですね、この状態、これは一人で気持ちよく立ってた時の状態からすると少しそれを失いやすい状態かと思います。こういう状況に置かれた自分を見つめて、硬いところをまずほぐしていく。それが分かるのは自身でしかないので、正直にそこを見つめてはほぐしていく。ほぐせるところは全部ほぐす。力んだり、こわばったり、しているところを全部なくすつもりで、真剣だけど気楽に。ストレッチも兼ねて、ストレッチしながら肩も揉みほぐして、こねてこねて、自分の硬いところを見つけたらそこをこねてほぐすぐらいのつもりで、気楽に気持ちよく足を踏ん張らないで、持ち上げてください。持ち上げる手は大変なので、あそこはちょっと、ただ一つ、この方がいいんじゃないかなというのは、手のひらは上を向いている方が私はいいと思います。で、ほぐれてきましたら、ただ肘を曲げる、伸ばす、ただ肘を曲げる、伸ばす。受けの方は、しんどいですが、一生懸命持ち上げる。これだけ。はい、まずここまで。どうぞ。